チャンネル11をご覧の皆さん、こんにちは。脇坂11でございます。今日はですね、いい天気ですね。あちら見てください。ババ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 ン海でございます。こちら、ですね、愛知県のスパ西浦に来させていただいておりますが、今日は壮行会でございます。たくさんのですね、車好きの方々が集まっているということでですね、私仕事じゃないです。ただ単に楽しみに来させていただきながら、この皆さんの車に乗せていただいて、道場走行させていただきながら、またいろいろ交通安全について、語らせていただこうかなというので来させていただいてますけれども、今日僕ここへ来るということでですね、サードさん、 TGR チームサード、そしてサードにですね、車を持ってきてって今度代表にお願いしたらね、こんな車を用意いただきました。こちらですね、全モデルになるのかな、全モデルの86のサード GT1 らしいんですけど、僕よう分からへんですが、獣医さん面白い車持ってきましたよ、フォースローです、フォースローです言われるんですね。何のことはちょっとよく分かんないですけれども、こちらの車ちょっとね、現代の車では面白い仕様になってるみたいなのでね、緊急インプレッションしたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、フォースローって言われてもね、よく僕分かりませんので、僕が乗ったフィーリングを伝えるとして、近藤代表来ていただいております。はい、代表すいません、車の説明お願いします。はい、ちょっとわけわからんのでちょっと呼ばれましたけど、いや代表が僕にね、獣医さん今日はフォースローですよフォースローですよって言われて、いやいやすごいのかなと思うけど、何のことはようわからないのすいません。まあ一応持ってきました。はい、よろしくお願いします。いや、まずとりあえず外見からね、はい、外見からちょっとやってます。あの86、一応これ後期ね、あの前の方のタイプの後期、後期仕様の、これバンパー、独特ですよね、なってます。はい、でまあサイドと、あ、これもオリジナルかな、あ、これは標準のままか、サイズステップとサイドステップと、リアバンパー、特徴的なリアバンパーと、あとテールランプ、まあ、この辺は前期と共通ですね。あとちょっと今開発中というか、まあ、このロータイプのウィングが、この車の特徴になってます。あとチタンマフラーかな、チタンマフラー。じゃあちょっと今ゆうさんが言ってた 4スロちょっと見てます。あ、サードダンパーもついてますんでね、はい、サードのサードダンパーや、これも土屋圭司さん命名のサードダンパーです、うん、名前変わりましたからね途中で。ほんまや、サードダンパーになってる。そう、前と違いますから。モーションコントロールウィーブが呼びづらいと、うん、間違えると、でサードナンパーになりましたね。一度も土屋さんモーションコントロールウィーブって言ってくれませんでした。そういうことですね。それで次から全部今これ変わってますね、サードナンパーで。ほんまや、はい、いやいや、そこよりもや、あ、そうそうそう、これね、そこよりも、これね、これ、はい、これ昔こういうの見たことある、あのランボルギーニミューラとか、はいはい、あの昔の車こんな感じ。そうそうそう、昔のキャブレターとかね、ソレックスとかこういう柄になってますね。本来は今の車ってこれ1本にまとまって、うん、スロットルが1個になって、なおかつその手前にね、うん、エアフローセンサーって要は吸入空気量を直接測ってるセンサーがついてるんですけど、はい、全部それ取っ払って直接もう空気入ってますね、ここから、はあ、なんでまあいろいろちょっとコンピューターが難しいんですけど、コンピューターをある程度こうセットして今の制御に合わせてあの ECU のデータを書き換えてますんで、これ昔はキャブレターやから一個一個こういうことできたけど、そうそうそう、今もう一つの制御でやるから、そう、今の車でこんな見ないのはそういう制御を実現させるのが難しいです。難しいですね。だから今は燃費とか排ガスを全部あるので一つで全部空気量を直接測ってるんですね、うん、それに対してどのぐらい燃料系っていうふうに信号を出してるんですけど、昔のタイプは一個一個ね、こういうんで、これの狙いは、狙いはもうあの気持ちよさ、うん、とフィーリング、まあ、レスポンサーとか、アクセル踏んだ時の音とかも全然、吸気の音とかも全然違う、全然違う、昔の音になります。うわ楽しみ、スバルの水平対向が、水平対向こんな音するのっていう感じですよ、 NA で。そしたら乗ってる人の気持ちをワクワクドキドキさせるところを狙ったってこと。いやいやいや、全然ここに来るまでね、うん、さっき車乗ってきましたけど、うん、それでも気持ちいいですから。マジっすか、本当にちょっと乗せてもらって、どうぞどうぞ。あと代表やっぱこの辺のもろもろ全部取ったからスカスカね、はい、あ、そう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 、この本当はエアクなボックスがあったりとかね、うん、するんですよ。これないんでこれがスッキリしちゃいますよね。なんかあの昔の車ってボンネット開けたらこのぐらいスカスカやったじゃないですか、うん、だからスカスカやからいろんなところにいろんなパーツを乗せれたりしたけど、ね、今もうここにエンジンカバーかけられてもう何も見えへんなってますけど、うわ、そうですか。そしたら今の現代版、まあ一つ型は前ですけれども、はい、現代版の車で電子制御の車で昔のフィーリングを楽しめるってことですね。そうですね、本当にこれは楽しみ。新さん行こう、これちょっと今から乗りに行かせてもらいます、はい、よろしくお願いします。はい、
ダーン、それでは行きましょうか。しんさん、これシートカバーやろな。これ完全に後ろも汚れないようにシートカバーつけてあるけど、ここは純正のシートでインテリアガードでしょ。なるほど、澤田さんお願いします。久々です。あの86レースでこのモデルね、ずっと長いこと乗ってましたけど、最近やっぱり GR86 ずっと乗ってるから、なんかこの辺見た感じ懐かしいですけど、行ってみますよアクセルポンと踏んだ瞬間にんって一瞬遅れてきて、ブブブンって上がるのが、これね、キャブレターや、キャブレター、キャブ車や、キャブ車、これ見て、これ出てきましょう。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。さあ行きますよ。マフラーとエンジンノーマル言ってました。でマフラーとコンピューターだけ勘ってこれこの代表これ気持ちいい言ってたら、もうそんと、もう相当病気やで。こんなシンジさんあれやわ、昔本当にあのキャブ車に乗ってて、もうこのアクセル踏んで一旦うって一瞬ね、息継ぎでないねんね、息継ぎないねんけど、一瞬うってなったから、その後のベベ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 って好きな人たち、これたまらんわ。これ今の車でこのフィーリング出て、あともうちょっと僕がそしたらこのフィーリングを与えてくれてるとするなら、あ、ハンドルなんかでもこれ見て、この形状、昔の形状になってるから、もう僕も昔の人ですよ。この音とこの景色と、これにシンさん、あともう一個欲しいものがある。何やと思う？もう一個それさえあれば、もうこれもう昔に戻れるよ。現代の車で、この辺のブブー、匂い、なるほど。やっぱりこの音してね、これロー入れるよ。この音して、このハンドルの肌触りと、このまあ景色はちょっと新しい車やけど、に車内に入ってくるエンジンから入ってくるガソリンの匂いがあったら、もうあの頃に戻れるよこれ。いや、そう思う。これね、なんか今の車がハイテクすぎてとか、ね、制御すぎてちょっと残念って思ってるような人たちは、これ僕いいんじゃないかなと思うわ。なんか最近のこのインジェクションでね、全部まとめて空気なんか一つで取り入れてって、全部不制御でコントロールしてるっていう割には、なんかもう昔のキャブレターが4つやろうから、これがパカ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 ってしてるような感覚、しかもこれ水平対向でこんな音鳴るってないと思うわ。あれね、さっき近藤代表自ら前のファンネルのところ、ラッパのところ見たけど、あんなラッパなんて俺もう昔、あのスーパーカーブームの時に、あれがラッパが12個あって V12 や言うて、あのもうカウンタックとかランボルギーニとか、あの辺見て喜んでた。なんかあれがワクワクするわ。ほんでファンネルのところにね、あの直接空気吸うようにしててね、そこまでなんていうの、いだてんというか、もう振り切ったようにしてんねんけど、そっからやっぱりゴミが入んの嫌やから、上にね、鉄の網を乗せるみたいなね。いやいや、もうその頃にタイムスリップですよ。もうあっからね、シュコ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 すんのがたまらんすよ。これを今の時代でできてるっていうのは、もうサードあれね、あのさっきの話でこっちの話にしたかってんけど、ファンネルのところを近藤代表を触ってる時の表情とか、あの慣れさからするとよっぽど好きなんだね。だからサードのこの車、こういうあのチューニングカーっていうのは、あの近藤代表の自分のやりたいことを実現させてるっていう
さ、ね、トルクがなくなったところからアクセル踏んだ時のこのガクガクガクも昔の車やって、これだから実際昔の車なんてね、所有すると僕も旧車始まるスープラとか持ってますけど、あれだってねインジェクションやるから、昔のキャブ車とかの時代持ってたらやっぱりそこら中潰れるんですよね、大変なんですよ。でもそういう車のフィーリングが欲しいと思う人はこういうことやればいいんだね。そう思いました。いやいや、これ本当に面白いわ。シンさん、ちょっとこれ公道でこんな感じでこれ以上走られへんから、ちょっとサーキット走ってみません？走ってみましょう。じゃじゃん、ヘルメットでございます。それはなぜかというと、走行会でサーキットを走るにはヘルメットが必要と言われたからでございます。トラクションコントロールを、これね、アクセルボンと踏みすぎるとバン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 ってなんねんけど、昔の時代のこれはね、自分のアクセルの踏み方でね、そういうなんていうの、バンバンってならないコントロールもしたもんなんですよ。それが楽しいですよ。あ、よく曲がる。さすがサードダンパー。この音、この音、この音。来た、この音。この音。あんたですか。この音、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 この音。あ、ま、曲がってる、曲がってる。すごい、曲がってる、はい、すいません、でも。この音、この音、この音。この音、この音。はい、行きますよ。はい、急ぐやろか。じゃあ、ますか、僕も。今おもろかった。このねアクセルをねこう一足入れてね、急にこうガーッてなるやん。こういうのもコントロールする楽しさが昔のキャブ車にはあったんですよ。アクセルを最初バカンと開けすぎたらガスが行き過ぎて息継ぎするとかね、その辺をその加速に合わせてアクセルを上手に開けてガソリンの噴射量をねコントロールしてやるというね技が必要やったわけですよ。いやいや楽しい、ありがとうございました。この代表おもろい車作るわ。これ現代の86に乗りながら旧車に乗ってる感覚というね、ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。